皆さん、おはようございます。す。ーで発達と老化の理解パート4行きます。は,い、発達はですね年齢を重ねる中で真摯に生じる定義変化と定義されるんです一般的会議ともなって生じる身体的・生理的変化を成長と言いい成長が一定の水準に到達することを成熟というそうです確かにいろいろ死の、まあ、至るまで一生の変化を全て発達と呼ぶんですよこれね 発達はですね、身体的・生理的な成熟と後天的な経験学習、環境間の影響などの相互作用によって規定されるんです。スイスの心理学者のピアジンによると、えー、発達の生物学的要因を重視しつつも、子どもが環境に働きかけ、また環境が子どもに働きかけるという相互作用を強調しているそうです。他にも発達の起点の要因については、相互作用の時期も重要です。オーストラリアの動物行動学者であるローレンツは、 ガンなどの大型の鳥が卵から帰った直後の一定期間内に初めて見るものの動きを追いかける擦り込み現象インプリンディングを発見しましたはいまあそうですね人間の発達の多くの側面にも臨界期があるそうでございますね生理的発達いろんなところがあるんですが胎児の視覚聴覚触覚などの感覚系はかなり早い時期から発達していることが明らかになったそうです 誕生する10ヶ月間に、胎児は母親の体内,内でさまざまな感覚機能を発達され、生後まも,もなく環境を知覚したり、外界からの情報を取り入れたりして、周りの世界を認識していくことだと考えているそうです。人間は身長50センチ程度、体重は3000グラム程度誕生した後、生後2年までに急激な発達が見られるそうです。確かに運動機能も著しくあったとして、歩行階段の模様ができるようになって、子どもの行動範囲ができちゃうんです。 あと手指の運動、あと箸を持つ、その他もろもろ増えているんです。6歳後からま12歳から13歳後までは緩慢期になって、発達のスピードが落ちちゃうものの再び成長期が訪ねれるんです。性的成熟という身体的変化が生じると、女性は女性ホルモンの分泌により月経から始まり体つき全体に丸みが帯びてしまうんです。男性は男性ホルモンの分泌により、筋肉が生えたり声変わりする。 あと精通が生じるなどの変化が起き筋肉が骨格に発達するんですねいやー、いろんな変化40代になると徐々に体力の衰え運動知能能力の低下など身体変化が自覚されちゃうんです頭髪の変化しわの拡大視力の低下いろいろですよね。生活習慣病も本当に起きちゃうんです60代になると彼による心身の変化すなわち老化が始まっちゃうんですねいやー、大変ですねでは心理的発達って何でしょうか 主に精神的側面ですよね。はい。体の成長、成熟とともに、心も変化しちゃい人あの、相互に関連して人間は発達していくんです。確かにね、いろいろありますね。理学では気質というんです。トマスラバあのこの表の位置、まあ、タイプあるんです。扱いやすい子は規則的で、まあ、機嫌がいい人です。ございますね、積極性。扱いにくくて、普通、不規則な場合、ないたり、ぐずったりして、本当に機嫌悪いです。変人が抱えにくい人、まあ、規則的だが、活動水準が低い。 確かに消極的な感じでございます。はい、以上です。バイバイ。